西村厩舎のマギー助手に CBC 賞に出走する3頭についてお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、最終大喜利単走なんですけど、1週前に合わせて同じく松山の主にまたがっていただいてね、しっかりやっていただいたんで、そこでちょっと体制整えて報酬は調整程度で流してもらったという形ですね。で、2週連続松山君乗ってくれてるんで、本当に騎士とのコンタクトも十分取れてると思いますので、いい形で競馬に臨めると思います。今回は約3ヶ月ぶりの実戦になりますけれども、仕上がりには問題なさそうですか？そうですね、順調に来れましたね。前走ね、到着としては取りに行って、あの位置にはなったんですけど、着順ほど時計も負けてないですし、内容としてはそれ悪くなかったと思います。そうですね、昨年も今年と比べたらね、金魚も軽かったとはいえ、レコードとかね、速い時計で走れてますし、今年も開幕週で金魚56キロにはなりますけど、馬自身もね、成長してますし、十分そのスピードには対応はしてくると思いますので、期待してます。最後に見通しをお願いします。そうですね、今年はその恩恵、金魚に対する、ね、恩恵は、その受け入れてない側ですけども、その分やっぱ馬の成長があるんで、その小馬になってからも、赤馬に対する壁で立ってほしいなっていう思いを持って送り出しますので、応援よろしくお願いします。でもそこの子も本当に順調に調整できてますし、そこまでこう心配することなく送り出せそうです。そうですね、ダートを使ってみたんですけど、やっぱちょっと体操的には結果としても、ね、出てますし、また芝の方がいいのかなという形 で芝ね、このクラスでも2着割ったりとか、戦意で立ち回りうまく回れたらね、踏み込んで上位にも踏み込んでこれるような素材だと思いますので、ね、若干こう見込まれたかなっていう部分もあるんですけど、この良さっていうのはちょっと立ち回りのね、うまさなんで、なるべくちょっと内目引いてほしいなとはあるんですけど、そこで立ち回りうまく回って、この器用さを生かした競馬してもらえたらなと思います。しっかり乗り込めてますのでね、本当にいい仕上がりだと思いますし、心配なく送り出すそうです。最終追い切りはシーウッドで単走という形でした。状態の方はいかがですか？そこはいつもこう道中少し力み気味で走るんで、しまいがぎゅっと切れるような追い切りにはならないんですけど、もうしっかりした足取りでしまいまで伸びてましたし、実戦行ってタメが効けばね、いつも通りいい足で攻めてきてくれるんじゃないですか。このレースは自分の形で競馬できたと思いますし、ちょっと勝ち馬がね、抜けてたんで、あの足でもやっぱあの差ができてしまったのは、ちょっと勝ち馬が強かったのかなと思いますけど、自分の形で競馬できたのは収穫だと思います。力を出し切っての2着と思ってよろしいですか？そうですね、やっぱ客室的にもちょっと前がね、流れてくれないと開幕週ってこともあって止まらないイメージがあるんで、少しやっぱ展開の助けは欲しいかなと思います。今回はね、トップハンデということもあって57キロ背負ってますんで、やっぱりこの軽ハンデとの金魚さんはすごい目に見えてあるんですけど、馬自身もね、本当に具合が今いいんで、そういうところも跳ね返してもらいたいですし、ちょっとそういう流れの面でね、この子に向いてくれたら、しっかりチャンスもあると思いますので、
本日はありがとうございました。ありがとうございました。